皆さんこんばんは。安本るきです。アーカイブ限定のおまけ意気込みパートを取ってます。今回も白石遥さんと一緒にお届けしやすよと。はい、ではメールをご紹介します。まだ喋らんなくて大丈夫だよ。喋 <laughs> ってもいいけどね。<laughs> もうちょっと待ってていいからね。はい。じゃあ次はメールいきますね。こちら、神尾さん。安本さんは病院に行く際、何回目でいつものが通用すると思いますかちなみに私は10回目くらいでおそろおそろ行ってみました。通じましたと。安本さんクラスになると、美容院で何も言わないです。お任せしますしか言わないんですもん。もう。 あのね何なんだろう俺は本当とおっさんだってどんどん駄目だなと思うけど己の見てくれに本当興味がどんどんなくなるんだよなもういいやって思っちゃってだから「あそろそろ今日どうします?」って美容院の人に言われて「いやーなんかいい感じにしてもらえればいいっすねえ伸ばします切りますあじゃあちょっと切りましょうかねわかりました染めますどう思いますかあ金髪とかいいんじゃないですかあじゃあ金髪にしてみましょうか」っつってどうしたまた金にするの頭 金髪ま、でもね金髪大変なのよもう痛いのよブリッジ3回とかすんの。でもあれもでも美容師の人が「安本さん色白いから金髪にした方が金髪似合いますよってしましょうよ」って言われて「うんじゃあ一回してみっか」が原因で原因っていうかでしてその後なんかもう飽きちゃうっていうかもう髪が傷み過ぎてるのが嫌でで大体戻して「戻してしばらくたつとじゃあもう一回やります?」って言われてまた痛めつけるんだけど。 一応ま,あまだなんか金髪に頼る頭皮があるからまたね金髪にもするかもしれませんが何の話をしてるんだ,だから結論から言うと私は10回目くらいであのいつものが通じるというふうにおっしゃいますが安本さんはいつもあの思うがままにされていますそれでは「月刊プレゼンツ」安本由紀のわらわらレスマ魔過去仮本編をお楽しみください 月経館プレゼンツ安本裕樹の笑われるセールスマンかっこかり,かっこかり皆さんこんばんは安本裕樹ですこの番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関するさまざまな情報トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながらさまざまな A&G N コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティ番組でございますリニューアルして2回目ですいかがだったでしょうかつってもここを聞いてるのはアーカイブの方々だからアーカイブの皆さんにはそんなに変化はないと思います ですけどね、まあ、本編の方はねあっという間だったんじゃないかなと思いますが本放送の方もねぜひ聴いていただきたいと思いますので「ファンモアチューン」と合わせてこちらも逆だなあのこちらも合わせて「ファンモアチューン」の方ですね楽しんでいただけるといいなと思いますでちょっとメールいきましょう。 えー、さん大様ランキングのスペシャルイベントサマーフェスティバル、そうね、これ不思議なもんでサマーフェスティバルっていうけどこれ、ね、半年以上遅れちゃったんですよ、一回夏バにやるはずだったのがあの、演者にコロナが出たりとか、いろいろあって中止になっちゃって、延期,延期になっちゃって、やっとこの間できたんです、王様ランキングのスペシャルイベントサマーフェスティバルに現地参加いたしました、なるほど、キャストの皆さんもスタッフの皆様も、絶対に、えー、またみんなって開催するんだという思いを昨年から伝えてくださっていましたね、そうだね、これはみんなでやりたかった。 きっとたくさん幸せな笑顔や涙で浄化されるイベントになるのだろうと想像していました。 が、えー、もはや客席に入ってセットを見た瞬間に泣いてしまいました。わからんわから俺と里稲も裏で泣いてました。ボッジも影も揃って愛おしいキャラクターの皆さん、そして大切に演じてくださるキャスト,のキャスト様に会えて愛おしい気持ちがはち切れそうな時間でしたと、えー。個人的に安本さんの絵心にも感動して100ポイントでした安本さんの絵は65点絵ですよ。点ですよえー「王様ランキング」という作品のもう語り尽くせない魅力がまた2期のアニメーションそして4月からやってます。えー、体感できる幸せをかみしめながら放送日を心待ちにしたいと このイベントはですね、まあ、コロナにねあの主役だったひなたちゃんがなっちゃってあこれは田所日向ちゃんもいるんだけど違う日向ちゃんですね主役の墓地の子やってるひなたちゃんがなっちゃってどうするってなった時に同じタイミングで影をやってる村瀬もコロナになっちゃったんですよ。さすがにこの2人がいないのは無理だって風になって延期ってなったんですけどどうしても。 どうしても皆さんとこのめっちゃいい作品だし演者もみんな感動してたからあとスタッフもみんなこの作品愛してたから絶対にやりたいからもう一回協力してくださいって言われて演者がみんな気合でスケジュールを空けてみんなが、ね、足並み揃ってできたイベントなんですよ裏話をちょ,ちょっとしちゃうとねうだからね、ね裏で俺らってモニターじゃなくてスクリーンを裏から見てたのねそこ音も良かったし。 それなんかダイジェストが8分ぐらいのダイジェストがあったんだけどそれ見ただけでも私と里里里奈とか他にも何人かのギャンギャン泣いていましたそれぐらいいい作品でございます4月からね続編といいますかちょっとしたものもやっておりますのでぜひ皆さんそちらも見てくださいお願いいたしますはいじゃあ本編いきましょうでは最後までお付き合いお願いしますこののの番組はミジスタ月月提供でお送りします月経館プレゼンス安本 笑われるセールスマン。カッコカリ。はい、hey, 皆さんこんばんは安本裕樹です。そして今回のゲストセールスウーマンは先週に引き続きこちらの方です。皆さんこんばんは白石あるかです。はいというわけでございます。今週もよろしくお願いします。お願いします。そして白石さんなんと放送日の4月8日はお誕生日ということでございます。うんはい、おめでとうございます。ありがとう。 多分ファンモチューの方でも何かしてると思いますが、当番組の方でも唐突にあのケーキをぶ,ぶっこませてもらいました。美味しそうなケーキをいただきました。ありがとうございます。ああ嬉しい。ありがとうございます。じゃあ白石さんの誕生日を祝いながら、できる方はちょっとこちらの方で乾杯していきたいと思います。開けちゃおう。いやじゃあ本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。はい今日もうまい。あううわ。どうなのよ。もういいよ日本りだから行っちゃっていいよ。 違うでしょう <laughs> おめでとうございますさあ今日はザ・ショットツヤメクリッチ本醸造を手にトークしていきましょう、はい、ここで月経感よりリキャップできて手に取りやすい少量サイズ日本酒が好きな人も普段から飲まない人も気軽に楽しむことができる日本酒ザ・ショットの紹介です中でも今週はシリーズ全4種のうちの一つ金の鍋のツヤメクリッチ本醸造をご紹介こちらはバナナやマンゴーのような甘く艶めく香りと果実味あふれる濃厚なテイストの日本酒でございますめちゃくちゃ好きですいい素晴らしい甘い飲んでくださいよ そして先日まで月間 z シャー h の公式ツイッターで開催されていた番組引っ越し祝いの <laughs> なんか面白いですねお祝いグルメプレゼントキャンペーン企画が無事終了しましたたくさんのリツイートありがとうございました、えー、早速ですね月間さんがリツ,イートのけっリツイートの結果決定したクエ鍋を差し入れてくださるそうです<ー>ラジオでクエ鍋食うの初めてだ、ね、<laughs> えなので次週はこの放送を聞きながら一緒に乾杯しましょうねお願いいたします続いてここからミニコーナー「笑らされたクエスチャン」です月間 z シャー h の気軽に日本酒というテーマにちなんだ質問に 一つお答えいただきます。まあ、と言いますか、まあ、ちょっとね、白井さんのこともっとみんなに知っていただきたいってのもありまして。も嬉しいです。俺もね、これ聞いたことないの、お酒に、お酒のさかできる趣味ありますか。趣味あります。あら、なですか。シルバニアファミリーとすみっコ暮らし、なんですけれども。チャイチーが好きなの。チャイチー。チャイチのものが好きなの。チャイチーのもの。コロコロした、可愛らしい、丸っこいものが好きでして。もう、家にめちゃくちゃ集めてるんです。ちょっと写真見せてもいいですか。シルバニアゾーン。 あーゾーンを作っておりましていじゃない,の <laughs> いやでも家にこんな感じで<ー>もうなんかおうち型のなんて言うんでしょう,うん、うん、フィギュアディスプレイみたいなうん、うん、そういうのがちょうどいいのがありまして、うん、そこにこんなにたくさん並べていたりだとかぬいぐるみゾーンもが,がっつりございましておーすげえ何だろう <laughs> 写真見るまで今緊張しちゃったこれ <laughs> すげえ女の子の部屋だ。<laughs> いや、こういうのがすごい好きで。ハマってからは、でも、あの。昔から。 昔から好きで,で徐々に徐々にやっぱりこう大人になって、うん、自分で買えるようになって、うん、俺の財力が強くなったなあの少しずつその趣味にこう, <laughs> うん、うん、金を使えるようになってっていうここ1年で少しずつ集めたのがああいう形にどんどん増えていったってことですけどそんな,なんバカでかいもんでもないしちょっとずつ買い足す楽しさもあるからね。期間限定のものだったりとかコスチュームがどんどん新しくなっていったりとかはい、はい、コラボ商品があったりとかうん、うん、もうどん,どんどんどんいろんなのが増えていくので。特にあの推しの あのやつはいるんですかさぎとかいろいろいるじゃないですかあ,あーそうですね今今そうですね私は住みっ子暮らしだとエビフライの尻尾っすちゃんとあの皆さん調べてみてください、うん、あのエビフライの尻尾にもその生まれた由来がございましてちゃんと食べてほしいんだっていう思いを持ってあああの自分にソースをかけてみたりだとかとんかつの脂身の部分と協力し,、はい、協力しながらい,いつか私たちも食べられたいねっていう。 いうのを共有して、二人で塩をかけてみたり、ソースかけてみたりっていう努力をしているんですよ。そんな姿にもすごく、なんか胸打たれますし、うんうん、<laughs> 癒されるので。はい。安本さんも疲れた時には見てみてください、ね。わかりました。すみっコ暮らしは。すみっで膝を抱えてるあいつらだよね。うん、<laughs> ちょっと、ちゃんと注目。エビ,ちなみにエビフライの尻尾は僕ちゃんと、しっかり上がってるエビフライで食べますよ。あ。 僕は食べます素晴らしい私もあの意識していただくようになりました自分で作る時もちゃんと切って油はねないようにしてちゃんとしっかりしっかまで上げますあ<ー><れ>さすがさすがの料理の技でこれこれ食べます、うん、この話をしてる場合じゃないんです<ー> <laughs> でここからはこんなコーナーをやっていきましょう「<laughs> はい、わらせの面接」 この番組はゲストセールスマンとししててお呼びいますそのパーソナルの部分を私安本が面接官としていろいろ掘り下げていくコーナーです、うん、リニューアル後初めてやるコーナーですー完全に手探りでございます中に <laughs> は実際に会社の面接でも聞かれる質問も多くあるそうですよああドキドキする本当に面接に挑むような気持ちでどんな質問が来ても頑張って乗り切ってくださいということで緊張する過去に面接とかってある バイトとかしてたことあるバイトしてましたバイトの面接ぐらいは受けたことある、うん、受けたことありますあとはまあ顔出し時代にオーディションでしょっちゅう面接は受けてたのではいアピールポイントとかそういうのは言ってましたね慣れたもんですねいやでも久しぶりだななんか緊張するじゃあ早速もうさやサクッとやってみましょうよ、はい、サクッとというわけでございましてあの面接官のおじさんがじゃあ急に現れますけどはい。緊張せずに聞いてくださいお願いいたしますお願いします まずはお名前からお願いします。白石遥です。今の仕事を希望した動機は何ですか、えー、お芝居が好きで、えー、人に感動を与えたいからです。何か資格はお持ちですかあ資格は持っていないんですが、うん、書道と書道で賞をいただいたことがあります。もうすごいじゃない、えー。最近何かおすすめしたいものはありますか <laughs> ドクターエアです。お布団ですか？<laughs> いや、あの肩こりとかあのあ<ー>腰痛とかに効くあのドドドドド,ドってマッサージしてくれる。あ、膜ほぐしですね。はい。はいはいはいわかりました。えー、えー、今若者の流行といえば何だと思いますか？TikTok でしょうか。どうした、こう張っているぞ。本人あまり TikTok に造形がなさそうな感じだな。<laughs> <laughs> 自分の強み弱みを教えてください。えー、強みはえー。 真面目ですで、うんえー、弱みは瞬発力のなさです。そうかい十分ある気がするけどな。<laughs> 学生時代に頑張ったことは何ですか。えっとダンスと舞台を、えー、学生時代から頑張っておりました。あとは学校で頑張ってたのは先生に怒られないことです。なんか闇を感じるな。<laughs> <laughs> 闇を感じるぞ。えー、自分にどんなキャッチフレーズキャッチコピーをつけますか。水、えー。水。水 <laughs> <laughs> 自分のキャッチフレーズ水わかりました後でお伺いしましょう好きな言葉は何ですか大丈夫なるほどまあいいですね、えー、最近触れた作品を教えてくださいあワンピースレッドですあなるほど 仕事の中で大切にしていること、信念を教えてください、えー、一緒にお仕事をしていて楽しいと思ってもらいたいなと思っております素敵な考えですちなみに私のこれの考えは人に迷惑をかけないです <laughs> 似,似たようなところでしょうか <laughs> <laughs>、えー、あなたのキャリアビジョン、仕事の展望を教えてください、えー、死ぬまでお芝居をしたいです、うん、素晴らしい最後にこちらに何か質問はありますか息抜き方法を教えてくださいうん お風呂に入る。<laughs> <laughs> お風呂に入るですか、ね、毎日の毎日そうですね大事なことですね。湯船に浸かるんですかね。<laughs> シャワーではなく湯船が大事ということで,です。はい私も真似したいと思います。浸からないできませんがさあ、そういうわけでございましていろいろ聞きましたけれども、まあティックトックはなんはね本体やってなさそうですね。あと向かなさそうですね。な違うんだなんか根っこの部分でしっかりしないじゃ落ち着いとるから。<laughs> なんかあのえー、ちょっと動画撮ろうみたいなテンションになる子じゃない気がするのよ。<laughs> いや見るのはすごい好きなんですけどあ、はい、あの自分はできないだろうなっていうのはあります。なんかよくわかんないこのゆらゆらした動きのやつとか <laughs> あれも何だなのあれ。<laughs> いやもうあれ何が楽しいののあのーまあ、美女が踊ってるのを見ればすごくまあ眼福でございますし、うん、ちっちゃい子が動画上げているのを見れば、うん、あかわいいなって癒されたりその辺はわかるよ、うん、その辺の言わんとしてることは。うん、あとは私、うん 見るの好きなのはあのー、今日は休日って言って自分の美容デーをあげてる人たちですね。はあなるほど。うんなんかネイル入れたり、うん、まつげエク入れたり美容院入れたりっていうのを一日のスケジュールにぎゅっと詰めたその美容デー OL さんの美容デーとかを見るのなんかすごい興奮します。ちなみにこ休日がひょっこり現れました。はい。あの急に明日が休日になりました。うんだったらどうする？私は、うん、同じくでも美容デーを作るかもしれないですね。うん、なんか。 いつも自分のネイルとか、その病院とか、あの次の日行けますかって言っても。受けていただけるようなところを事前に探してあったりする。のですごい。はい、いつもそれで終わります、ね。ちゃんとしとるな。一日が。じゃあ、一ヶ月後に確定で休みがあります。どうしますか。うん、あ、だったら外出したいですね。うん、なんだろう。何するんだろう。知らぬ。<laughs> <laughs> で、旅行したいです。 どっか行ったりす一、ね、人でプラっと行ったりするの？いやまだしたことなくって、うん、もうそういうことできるようになるかなって思ってた頃にこういうじあ状況になっちゃったので。うん あのこれからもうちょっと緩和されて少しずつそういったお出かけもありになっていくのかなって思うと自分で、ね、新幹線とか乗って遠くまで行ったりしたいなと思ってるんですけど、うん、どこきてですかええー、どこなの私沖縄まだ行ったことなくてあそう海みたいなあの住んだ時にお仕事とかでもよく行かせていただくので逆に反対側に行ってみたかったりします。 沖縄に行ったとして何がしたいとかあんの？うん、そう、おきば食べて、でもねお酒飲んで、<laughs> <laughs> 海ぶどう食べて。<laughs> <laughs> <laughs> うん、誰かと友達と行った方がいい。それ、多分、友達と行かなきゃ、面白くね、やった。それ、間違いない。そうですね。はい。さあ、というわけで、いろいろな話をさせていただいておりますが、あの、まあ、結果論を言わせていただきますと、あの、合格です。ああ、りがとうございます。こんな真面目な人はね、どんな会社も欲しいです。なんか、フレッシュな感じって、これで合ってるんですかね。な、ある意味、そう。いや、合ってる。大丈夫。手を抜かないじゃない、あなた。やれることは、とにかく、絶対やるじゃない、やれるだけ。 全力を尽くす。ここはね、素晴らしいですよ。私の台本見てください。何も書いてない。いや、普通は、普通はそれでできないんです。肩肘の張り方を忘れたおじさんだから。ね書き込んでも、私はできないことの方が多いので。いやいや、大したもんだと思いますよ。ありがとうございます。これからもね、そのはじめさん、あなたのとても大切な武器ですから。自分はやりすぎかなと思うこともなく、やり抜いてください。やり抜くことが大事ですからね。響きました。これからも頑張ってください。お願いします。お願いしらせる面接でした。 では番組を聞いてくれているリ,リスナーの皆さん顧客と呼んでるんですけどね、うん、顧客の皆さんからのメールも紹介しましょう、えー、顧客ネームなにわの新川さん安永さん白石さんこんばんはこんばんはこもちゃ最終回の時に投稿されていた写真が気になったので質問をさせてください、うん、白石さん、うん、台本の書き込みえぐくないですかぜひこだわりや意識していることがあれば教えてくださいということでございます <laughs> リスナーにも見つかっておりますツイッターにがっつり写真も載っておりました私も先ほど拝見しましたあ <laughs> 罰金罰金に書いてありました <laughs> でもそれは俺この間コモちゃんにゲストでまあ今一緒にねファンモチューズやってますけどもコモちゃんに僕が大々 MC で行った時あるじゃないですか、はい、その時からおかくと、ね、きっとファンモチューズの時もまだぶっちゃけこれをだいぶ前にちょっと撮っとったわけでさ、うん。 あののくうとと思思ってると思うのよをあれは、えー、ゲストさんがまあ来てくださるゲストパートに関しては、うん、もう完全にその自分が聞いた時の感想だったりとかあとは事前に頂い,いてる資料とか、うん、あのー、をもとにこう,こういうのを聞きたいなとか、うん、まあ台本に起こして頂い,いてる質問はあるんですけれども、うん、それからこうどんどんこう枝は枯れになってこういうお話広げられていって。 たらいいなみたいな感じで、あのそういうのをまあ私考えててもその瞬間に出てこなかったりするので、私は全部それを書き込んだりしてました。今出てるじゃない、大丈夫ですよ。いやいやいや、あと上手に喋ってるじゃない。俺以外だと、いやいや、あのランキングのところとかはやっぱりあのリスナーさんのお名前を読み上げさせていただくので、やっぱり間違えたくないなっていうところね。うんうん、できるだけね。まあ勘じゃ時もあるけどな、俺も。 それでも素直にすまんっていう、そこをあのー、なるべくあの丁寧にあのチェックしてました。偉いですね。 もうそれでもねそういう人がいないとだめな番組もあるのよね特に情報番組ってだってしくじったらだめだからさ違うこと言っちゃいけないからさそういう時はねとても助かるスキルだと思いますいやそう言っていただけるとすごい準備に時間はかかっちゃう人間ではあるんですけれどもまあその瞬間にあのいいものを逆に自分の全力を発揮できるように事前準備をするっていうかそれはもうだっ台本読むと一緒ですからねうん、うん、自分がしゃべれるようにするっていうのは。はい それは人それぞれフォームがありますからね、それはおかしくないです、素晴らしいことですあ。ありがとうございます。<で>引き続き頑張ります。よろしくね、僕、は横で、あの、サラの台本、本当、怒んないで、<laughs> 怒んないでください <laughs> 人。人それぞれですから。サラがい,い、えー、こいつ、サラだと思わないでください。<laughs> じゃ、あ次、文光さん。はい、えー。お二人がメインパーサイリティの番組内で、安本さんの。 安間さんラジオに白石さんがゲストとは面白いですねそうなんですよでもまあ面白そうだからやってみませんかって僕から提案したんですけどああそうだったんですねやれてよかったと思うんですよお二人はお話が上手だしラジオは得意だと思うのですがゲストで行っておしゃべりするのとゲストを招いておしゃべりするのとどちらが好きですか、うん、あと気遣いとか気をつけていることとかもあれば教えてくださいまあ気づけていることとかはね今白石さんが話してくれましたけども、うん、どっちがゲストと己がパーソナリティどっちが好きそうですねもう今となっては、うん、あのお迎えする側の方 が歴としては長くなってきたのでお話聞かせていただくのもその楽しさを知ったのでそっちがやりやすいなと感じてるんですけどだからこうゲストとして番組にお邪魔する時に、うん、自分のパーソナルな部分を話すことに慣れてない、うん、単純に慣れてないかもしれないです。 自分の,あの個人でのラジオ番組やらせていただいてるのでうん、うん、そこで結構自分の好きなものだったりとか私生活どんなことしてるみたいなお話はするんですけどうん、うん、いざこう人様の番組にお邪魔するにあたって白石遥は,はこういう人だよっていう説明をおのれでするのがすごく苦手というかな、ね、アピールが下手なんですよでも伝わるから大丈夫だよ。大丈夫ですか、うん、もう十分に <laughs> 十分にあのちゃんあの真面目オブザイヤーもら,え <laughs> もらえるレベルの真面目っていうのは多分伝わってるよ <laughs> いや,いや そう私はこういう人ですよってやっぱこの業界ねアピールするのとても上手な方が多い中で、うんまあ、出せちゃう人は出せちゃうからねうんうん、うん、そこがまあ苦手な人ではあるので結果論苦手じゃないと思うよあ<ー>結果的に伝わってんだから伝わってるのかみ、うんな大丈夫でしょあだと嬉しいなあのちなみにじゃあそうだな「あの今日昼何食べた?」 え、あ、今日、昼、食べそこんだった <laughs> 好きな食べ物なんですか <laughs> 肉 <laughs> 肉え好きなケーキはなんですかモンブラン本当かいね本当かい俺それ気になったんだよさっきね、スタッフさんが誕生日ケーキを差し込んでくれたんだけどまあ、後でね、食べてね、ちょっといただきますその時も、モンブラン持ってきよったと思ってモンブラン好きなのと思って好きですよ本当に、はい、どっかで行ったうん <laughs> 気使うんじゃねえや <laughs> おのれでケーキ買うことある、えー、あんまねえか今は ねなんか体絞ってたりとかそういう時期はこうケーキから離れてたりもするのでなかなか買うことないんですけどでも本当にモンブランは好きであのどちらかというと生クリームたっぷりっていうよりもあのこういったモンブランだったりとかタルトとかでフルーツ盛りだくさんみたいな方が好きですなるほどじゃあまあまだいいのねあ良かったですあの急に掘り差し込めて俺もあモンブラン好きなんだってちょっとシビイなと思ってていいんですいいんですとっても嬉しいですなるほどねでもそうやってなんかでも話して 行く時に、すぐに話せてるから、瞬発力もなくもないじゃない。ええ、ですかね、私的には本当に瞬発力足りないなって思っていて。うん、やっぱり、なんか別に面白いことが言えるタイプの人間ではないので。その瞬時に、こう、開始をするときに、なんかこう、人。 スパイス加えた何かを返せたらいいのになーっては常日頃思ってますそれはね思わなくていいですよ <laughs> 真面目な人が一生懸命なだけであの不真面目な人の,あの適当な発言は上回れるんで <laughs> そこは頑張んなくていいんですよ <laughs> だってちゃんとした言葉しか出てこんねんだから考えてる人は一生懸命 <laughs> だ,っだったといいななんかちゃんと考えてるつもりなんですけど自分が紡いでるはずの言葉と別のものが口から出てたりするんですでもそれが面白かったりするんでたまにああなるのかなその図が、えー、なんか全然気にしなくていいよ ああありがとうございます、うん、これからね多分ファンモアちゃん一緒にやらせていただいている中でこいつ何言ってるんだろうって思うことたくさんあると思うんですけど,どうしたどうしたどうしたすごくオタクみたいに早口になってるじゃねえか <laughs> <laughs> そちらの <laughs> っ込ねくださいわかりました <laughs> 頑張ってねいい番組にしていきましょうよろしくお願いします,、はい、います皆さんもメールありがとうございましたこれからもお待ちしております ゲケプレゼンツ、安本ひろきの笑われるセールスマン、カッカリ、エンディングの時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。おはがきのあさきは郵便番号1-8000に、文化放送、ゲケプレゼンツ、安本ひろきの笑われるセールスマン、カッカリまで、メールの場合は w s アットマーク j o q r ネットまでお願いします。えー、そして番組公式ツイッターも稼働中です。ぜひフォローしてください。ツイッターで感想をつぶやくときは、推奨ハッシュタグ笑わせる。漢字の笑うにカタカナでセルをつけてください。また YouTube、二次チャンネルでのアーカイブ配信もございます。ディレクターズカット版としてたっぷりお届け しているのでチェックしてみてくださいお願いいたしますというわけで白石さんありがとうございましたありがとうございました楽しかった感想やお知らせなどがありましたどうぞはい。アニメゴールデンカムイそして異世界ワンタンキルネイさんに出演させていただいております詳しくそれぞれ公式サイトの方でご確認いただけると嬉しいですあとはですね私ツイッターやらせていただいておりますのでそちらでいろいろつぶやいておりますのでぜひ見てくださいあとはファーマーチューンでよろしくお願いしますはいよろさんもなさってますのでね皆さんそちらの方もチェックしてくださいお願いしますさあというわけでございまして 掘り下げよううかということいこですが水,水先ほどのちょっと私たちが引っかかった <laughs> <れ>自分にどんなキャッチフレーズキャッチコピーをつけようとしたらというところの水ですかそうですすかそうね水になりたいなっていうところなんですけど私必要不可欠なものととかそういういこととあでもあるし、うん、あと私がずっと顔出しの役者として活動してた時から、うん、そのいろんな器に対応できるものとして水ってすごく 柔らかくいろんなものの形にこういったラジオ番組だったりとかその演じさせていただくキャラクターだったりとかステージだったり居場所をそれぞれによってさまざまな形になれるといいなっていう、えー、そういった心をこう込めたワードとして「水」っていう言葉を選びました。いいんでですよそれで <laughs> でもそれの理想だもんな役者としてはな <laughs> うそうなんですんどんな形にでもなるっていう,うだからキャッチコピーっていうよりはまあそうなりたいなっていう希望ではあるんですけどでも受け止めて側もとても大切になるがあれだって受け止めて側がざったら受けてっちゃうからさみんなそっち側もしっかりとした器を作ってもらってば結局作品っていうのはう共同作業なわけですよ、うん、そうですね受け止めていただけたらそういう意味でもねそういうの大事にしていきたいですが、うん、あともう一つどうしても作家が気になってるみたいです、うん、ドクターエアドクターエアね <laughs> ええヤスモトさん使ったことありますか？うちあります。ま別のものですけど、<ー>うちハイパーボルトですけど。もうあの手のタイプのものを私最近入手しまして、はいはい、本当にあこんなに効くんだ。あ楽になった。楽になりました。あのまあライブだったりとかが続いてたので体もバキバキだったんですけど、どど残り固まったところをあの刺激をこう自分で力を入れることなく与えてくれるっていうのはすごい楽だし便利だなと思って。あれで あれあんなに頑張ってくれるじゃんあいつらすげえ頑張ってくれるんじゃん、うん、めちゃくちゃ頑張ってくれますねどうして肩こりがなくならないの、えー、安本さんが重症なのでは <laughs> あの、まま、マッサージに行ったりとか例えばメイクさんとかたまにマッサージしてくれるじゃない、うん、前初めて僕の肩をあのメイクさんについてくれたメイクさんが肩を触った時にうん、うん、どうしてって言って <laughs> <laughs> どうしてって言われて,て。<laughs> <laughs> <laughs> <し> <laughs> いやでもそれで言うと私も肩を見ながらゴリがいるねって言われたのでゴリ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 多分芯のところにその凝り固まったなるほど、うん、コアの部分だった、ね、がるんですね俺はもう板た,たかあでもなんか板<た>安本さんはもう体格が素晴らしいじゃないですかいやいやだ,だからこう <laughs>

写真ね撮影の時にあ,俺あれなんか私めっちゃちっちゃい、うん、これは俺も歩く映えスポットとして頑張りできますね <laughs> 嬉しい楽しいことがまたできるようよろしくね <laughs> お願いします、まあ、あの後の本編の本編とかそのファンマーチューズの方もよろしくお願いしますがこちらの方にもひょっこり遊びに来てくださいあぜひぜひまた呼んでくださいはいお願いいたしますそれではこの番組の終わりとは安本ひろきと白石遥るでしたお疲れ様でした この番組は「ミジスタ月桂館」の提供でお送りしました。